名古屋グランパス対横浜 F マリノス、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。気象情報をお伝えしておきましょう。気温が13度、湿度が 74%、 よく晴れたスタジアムです。湿度はやや高く、そしてだいぶ寒いですね。はい、ちょっと寒いですよね。ただ選手たちは始まってしまうと寒さ自体は気にならないんですよね。むしろサブメンバーの方が大変ですよね。そうですね。さあ、選手がピッチへ現れてきました。今映っている選手です。長崎キャプテンマーク、そろそろ試合が始まります。キックオフです。立ち上がりを見てまいりましょう。カットです。山瀬、F マリノス中央上がっていきます。吉田、田中、小川、中盤の選手リターンを受けて田中、右のスペースからいい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。上がっていく走りを演出。さあ、先制点のチャンスになるか。いくか。ここはよく守りました。どうする。左へ競り合った。スライディング、真ん中から上がっていく、追っていく、中央上がっていきます。細かいボールの奪い合い。松田チェック、小倉、厳しいディフェンス、ドリブルで上がっていく、一人で持っていく、チェック、ここで受ける。さあ、この位置でタッチを割りました。さあ、固まっている。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。松田、30分を回りました。強度、つないで可能、さらに前線チェック入れるか。マスカワ、味方がいないところへ流れた。スライディング、チェック、左上がっていきます。チェック、まだ持っている。突破できるか、シュートまでいけるか。
頭でクリアします。2人いたんでね、ちょっと危なかったですよね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。チェック入れるか。絶好の得点機。さあどう展開する。いい守りを見せました。ここで前半終了。さあ北澤さん、前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。そうですね、一瞬こうっていうところもありましたけどもね、後半に期待です、はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。それでは後半戦を見てまいりましょう。後半です。ハーフタイムでの交代はなく、前半と同じメンバーで始まっています。アプローチ、競り合った。いいプレッシャーだ。右、組み立てる。ボールが渡る。これはファールの判定。たまらず行ってしまいましたね。マスカは主審から注意を受けています。さあペナルティーエリア外側からです。ここは一難逃れます。チェック入れるか。ボールは渡る。行くか。狙ったボール。これはコーナーキックです。打ったらすぐ動かないといけない場面でしょ。ピンチを逃れました。なんとかクリア。細かいボールの奪い合い、合わせた。さあこのボールも結局タッチを割ってしまいます。シュートを狙いましたが、今の判断はいかがでしょう。そうですね、まああの形でボールを取って速い攻撃というのがやっぱり一番の狙い目になってきてるんでしょうね。ここで選手交代。この辺から少し中盤で奪われる場面が印象に残るんですが、いかがですか。見ていて結構ワイドに開かれることが多いですから、スペースが空いてそこへの出入りが多くなるんですよね、はい、クロスバーの少し上、コースが当たってますかね。ヘディング、果敢なディフェンス。硬い。チェック、回してマギノ。弾き返される。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ちょっと待ってください。両チームともにここでメンバー交代するようです。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。なんとかこのチャンスでね、1点取りたいところですよね。グランパス、ホーム側でコーナーキックを迎えています。お互いにこうそろそろイライラしてくる時間帯になっていませんか。そうですね、まあ、決まるときは一瞬で決まってしまいますけども、そろそろ1点欲しいでしょうね。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。グランパス、そしてまた選手を入れ替えます。見ていてスタミナ切れた感じするんですよね。ちゃんと変えてきましたね。さあリスタートになります。テッド、さらに狙った。わずかに強すぎた感じです。グランパス、今のところ0対0。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。阿部、戻して、ここに増川。今後半の40分が経ったところ、右側、お、いいでしょう。ここで奪い合う。細かいボールの奪い合い。左、ここで受けた。前方へ、パス、挟まれる。ボールは渡る。
ここはなんとかクリアです。ここで笛です。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。さあ北澤さん、今日の対戦を振り返ってください。そうですね、両チームとも攻めきれませんでしたよね。今日だけ見れば出力的に互角であったということでしょうね。ですよね。いや、ゴールが見れなかったというのはね、やはりちょっと寂しい気はしますけどもね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半21分、カノーなかなかのシュートを見せてくれました。そうなんですよね、まあ外れてしまいましたけど、確かキーパーのパスミスがありましたよね。普段は気づきにくいんですけど、ああいったプレーにも慎重さが必要なんですよね。そして後半33分、ああ、このシーンです。ダビ、うまくヘディングで合わせたというシーン。ええ、そうですね、ゴールには至らなかったんですけど、場所としては申し分ないとこでしたからね、打った選手にとっては残念でしょう。さあそして今度は試合データです。 F マリノス、シュート数では相手を上回りました。この辺いかがですか。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。ご覧の通り結果は0対0、両チーム引き分けで試合を終えています。そろそろお別れの時間となりました。今日の解説は北澤剛さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。